こんにちは。こんにちは。ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ、日本育ち、わたがたしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ、韓国在住経験あり、今は仕事やプライベートでたまに聞きしたいけどできていない日本人のヨッシーが、韓国の今がわかるハーフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日本語、韓国語ときに、ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다はい주주さん何か最近いいことありましたかいいこと뭔가좋은일이있었냐고좋은일은없지만어제용기를내서바퀴벌레를잡았어요무시피꼬르지나갔다주주さんがなんと何言ってるんですか진짜온갖용기를내서내아이들을지키기위해내가열심히바퀴벌레를잡았죠母は強しですなやっぱりねえ、素晴らしいというか내때리고죽이는데까지만하고 그휴지로이렇게잡을수는없어서지금친정에있으니까거기는우리엄마한테부탁했어요 そのままトイレに流すだけですよ、はい、아니근데바퀴벌레를본게거의십몇년만에봤거든요제가여태까지계속새집에서만살아서그래서바퀴벌레를보는일이없었어요다행히도아마そっか引っ越しがあちこち네그러다가갑자기10년만에10년만에걔네들이랑다시만난거예요 얼마나당황했는지아이고저희친척집에강아지가너무멍청해가지고바퀴벌레먹고죽었어요우와마 아야바퀴벌레에게그만합시다죄송합니다저는뭔가최근조금재택부리에일시기4kg 늘었는데아라마이거는이깐と思って毎日1時間散歩だというのをちょっと最近心がけてやっていたら2kg 戻りまして오ちょっと希望が見えてきたというそんな感じですかね저도그출산후에살이많이빠질줄알았더니역시둘째는그렇게많이안빠지더라고요에그니까뭐普通は出産後は増えるもんじゃないんですか에근데모유수유하면많이빠질텐데사람마다다르겠죠아そういうことなのかな저는첫째때가살이엄청많이금방빠져가지고이번에도좀쉽게생각하고있었는데짬짬짬 아마正直今日のラインナップはあのいい話、楽しい話、美しい話が全然なくてね、悲しい。ちょっと先週あの二人のちょっとスケジュールの関係で収録が割と早かったもんで、なんかニュースがないねと言いながらいろいろ話題物を拾っていった感じだったんですが、そうしたらね、ドカンドカン、ドカンドカンとソンジョンウで韓国世論が沸騰し。かと思ったらソウル市長の件でみんな一気にソンジョンウなんていう名前を忘れてしまったという感じですが今ジュジュさんもソウル市長の件はかなりショックを受けているようですショックですよね、まあどの記事を読もうかなといろいろ迷ったんですけどやっぱりパゴンスンさんがどういう人だったかというのを、簡潔に振り返る記事があったので そこを読みましょうかね、うん行方不明になってから死亡した状態で発見されたパゴンスンソウル市長は3回も連続してソウル市長に当選した与党の大統領選候補の一人だ。실종됐다가숨진채로발견된パゴンスン서울시장은세차례나연달아서울시장에당선된여권의대선주자중한명이다。パク市長は1975年にソウル大学法学部に入学したが、維新体制反対デモと故キムサンジン烈士の追悼式に参加したという理由で投獄され1年も経たずに除籍された韓国大学史学科を卒業した後英国のロンドン政治経済大学で国際法を学んだパク市長は韓国に戻り司法試験を準備した結局1980年に第22回司法試験に合格した後テグ地方検察庁の検事に任用されたが死刑執行場面を参観できないという理由で6ヶ月後に辞表を出すパク市長は1975년서울대법대에입학했지만유신체제반대시위와고김상진열사추모식에참여했다는이유로투옥1학년도채마치지못하고제적을당했다당국대사학과를졸업한뒤영국의런던정치경제대학에서국제법을수학한박시장은한국에돌아와사법시험을준비했다결국1980년제22회사법시험에합격한뒤
대구지방검찰청검사로임용됐으나사형집행장면을참관하지못하겠다는이유로6개월만에사표를낸다その後かなりの期間、人権弁護士として1980年のコン・インスク性拷問事件や米国文化院事件、韓国民衆社事件、マル氏報道指針事件など社会的に敏感な事件を主に担当してきた。個人が弁護した韓国初のセクハラ関連訴訟であるソウル大学ウー助教セクハラ事件は、身体接触や性的な冗談に対する損害賠償を認めた初の確定判決で、職場内のセクハラに対する視線を変えた象徴的な裁判だった。이후로는상당기간인권변호사로서1980년권인숙송금문사건과미국문화원사건한국민중사사건말지보도지침사건등사회적으로민감한사건을주로맡았다고인이변호한한국최초성희롱관련소송인서울대우조교성희롱사건은신체접촉이나성적인농담에대한손해배상을인정한첫확정판결로직장내성희롱에대한시선을바꾼상징적재판이었다パク市長は1995年から韓国の代表的な市民団体三与連帯の事務局長として活躍した2000年の第16代国会議員選挙を控え不正腐敗の疑いで政治家を落選させようという運動を展開し86人の対象者をリストとして発表して総選挙を控えた政界を揺さぶったりもした박시장은1995년부터국내대표적인시민단체인참여연대의사무처장으로활약했다2000년16대국회의원선거를앞두고는부정부패혐의로얼룩진정치인들을낙선시키자는운동을전개했고대상자86명을명단으로발표총선을앞둔정치권을뒤흔들기도했다2011年、オセフン前ソウル市長の辞任で空席になったソウル市の司令塔になった。その後、市民運動家出身のソウル市長として、授業料5割下げ、無償給食、非正規職の正規職化、定年手当、都市再生、社会的経済企業協同組合、原発一基削減、労働理事制度、土建から福祉パラダイムへの転換などの社会政策を断行した。2011년오세훈전서울시장의사퇴로공석이된서울시사령탑으로올라섰다이후시민운동가출신서울시장으로서반값등록금무상급식비정규직정규직화청년수당도시재생사회적경제기업협동조합원전하나줄이기노동이사제토건에서복지패러다임으로전환등사회정책을단행했다歴史用語がたくさん出てくるので一つずつ説明しますね。ね。まず、パク市長がソウル大学を助席になったというキム・サンジン・ヨルサっていう人は1975年にパク・チョンヒ大統領の維新体制と緊急措置に抗議して学内集会の最中に滑覆自殺した学生だったんだけどでこれが結構民主化声が高まる契機となった一つの出来事だったんですね。うんうん。そう。コニンスクソンゴムンサコン。これはなかなかひどい事件で、でも歴史的な事件ではあるんだよな。1986年に、プチョンね、インチョンのプチョン警察署で、取り調べ中の警察官が女性学生運動家を性的暴行した事件なんですが、で、このコニンスクさんとか弁護士たちが刑事告訴したんだけど、検察は性的暴行の事実はなかったと発表して隠蔽しようとした。逆にこの運動家のコニンスクさんの方に実刑判決が下ったのね。はいや。という。ただ民主化された後の1989年に再審されて、結局警察官も懲役5年を受けたという事件でした。うん、ウジョギョソンヒロンサコン。なぜか被害者の名前で、歴史的事件の名前として残るのね。ソウル大学の科学科で1年契約の助教だった女性が、教授から体触られたり、性的言動を受け続けて、で、助教がそれを拒んだので、再契約されなかったと言って、1993年に担当教授と、ソウル大学総長、韓国政府を相手取って、5000万円の損害賠償を求めた事件だったんですけど、で結局これが1999年に最高裁で、担当教授が500万ウォンの損害賠償を命じる判決が確定したという、そういう事件ですね。女性運動とか、女性の権利といったことに非常に敏感な人と自他共に認める人ではあったんだけど、それがどうしてこんなことにというのがみんなショックを受けている理由だよね。ねえ。ジュジュさんは、パゴンスン市長ってどんなイメージ?제가학교에제가정치학과였는데、
그 정치 중에서도 시민사회, 시민정치를 주로 전공하고 있었어요. 그러니까 제 주변에는 그 시민운동가 선배들이 많았었고, 그러니까 그분들의 얘기에서 항상 나오는 게 박원순 씨였고, 박원순, 당신은 변호사님이었고, 그리고 제가 잘 아는 선배 중 한 분이 박원순 시장이랑 같이 그 한국이 아니라 일본의 시민사회 단체 여러 가지 있잖아요. 거기를 그 석 달 동안 함께 여행하면서 책을 한 권 쓰신 그런 경험이 있었거든요. 그래서 항상 그 얘기를 하시면서 참 정말 소년 같은 사람이었다. 그 선배가 항상 박원순 씨에 대해서 그렇게 얘기를 하셨거든요. 그만큼 공부를 좋아하고 그리고 공부를 즐기는 사람을 나는 모른다. 그리고 그분과 만난 뒤에는 항상 자기 자신도 소년이 된 것처럼 참 항상 만날 때마다 즐거운 분이셨다. 그렇게 얘기를 하고 계셨고, 그러니까 정치인이 됐다는 것이 조금 실망했다는 얘기도 하시더라고요. 아, so. 정치를 할 줄은 몰랐다는 얘기를 하셨었고, 이 사건을 듣고 맨 처음에 그 선배 생각이 났고, 선배 괜찮으실까 연락을 하니까 많이 역시 충격을 받고 계셨는데, 여러모로 저도 그렇고 제 주변 사람들도 그렇고 시민운동을 하시는 분들뿐만 아니라 정말 정말 많은 분들이 충격을 받고 있죠, 지금. 네. まあ、私の周りにも何人か直接知っている方いますけど、総じてみんな熱心な人、温厚な人、仕事に熱心というか、より良い社会を作るということに対してすごく熱意に溢れた人っていう、そういう話をいろんな人から聞いていたので、やはり信じられないという思いで多分みんないそうなんでしょうけど。 정치가가 돼서 그러는지。それこそ、アニジョン。 춘천남도知事もそうだったし、この間、ここでも取り上げましたけど、オゴドン、プサン市長もそうでしたけど、まあ、춘천남도知事、プサン市長、そしてソウル市長と、セクハラの、性暴力の被害告発が相次いだわけですからね。もちろん知事とか市長は権力者だから、権力者が悪いことをしたら告発されるのは当然なんだけど、 정말 이렇게 자살을 하시면은 뭐가 있었는지 알 수도 없고 서로 오해가 있었는지 아니면 정말 그런 일이 있었는지 그런 것도 알 수 없고 도대체 왜 그러셨는지 難しいな 日本のメディアとかには韓国では自殺を美徳と考える文化があるとか、あと自殺した人の不徳は水に流す なんかあまり文化のせいにするの嫌なんだけど、そういう報道もあったことは事実だしな。どう思う? 근데 그 당시 노무현 대통령 생각이 났는데 노무현 씨가 자살했을 때도 그때까지 사람들이 그렇게까지 노무현 욕을 하고 있었는데 갑자기 자살한 순간부터 대통령님 죄송합니다. 뭐 온 국민들이 그렇게 됐잖아요. 그러니까 좀 맞는 말 같기도 하고 혹시 정말 그런 일이 있었다면은 피해자 입장으로서는 다시 한번 그 자살이라는 것으로 다시 한번 큰 상처를 입게 된 거잖아요. 그러니까 왜 이런 분이라는 점이랑 그리고 이렇게 자살을 하신 결과 다시 한번 그 피해자한테 고통을 주고 있다는 거 여러 의미로서 정말 모든 국민들이 지금 당황하고 있는 것 같아요. 이 사태를 어떻게 받아들이면 되는지 모르겠다는. 그러다네. 아니정 지지의 바이와 대지 사건으로서 기소されたんだけど 본인이 무죄를 주장して 1도 무죄의 판결이 出たりもしてるんで もしかしたらその裁判の過程自体が 피해자의 二次加害という 可能性もなくはないし このセクハラっていうことが事実だったとすれば、やっぱり女性の味方ということでずっと活動してきた阿部さん市長には存在そのものが否定されかねない、ちょっと大スキャンダルになっちゃうから、名誉を守ろうとしたのだろうかとか、あるいは家族を守ろうとしたのだろうかとか、なんかいろんなことを考えてしまうけど。ねえ、ちょんまる。確かにそのノムヒョン大統領も自殺しなければ今みたいにカリスマとして祭り上げられることもなかったかもしれないんだよな。 그 사례가 있었기 때문에 자살이라는 선택을 하셨는지 요새 좀 많지 않아요?
そんなに多いか。ノムヨン氏、그리고노회찬 씨도 자살아니었나？そうだね。あの進歩党のカリスマ的な政治家だったノヘちゃんさんも検察の捜査を受ける過程で自殺しましたからね。정말이렇게사회에대해서잘아시는분이어떻게자기자신의행위에대해서는깨닫지못했을까？若い女性が秘書に就くっていう構造的な問題かなとちょっと思ったりもしたんだけど。근데꼭젊은비서뿐만아니잖아요？いやでもやっぱり自治体首長のセクハラ事件というか性暴力事件として問題になったこの3件は、うん、いずれもみんなやっぱりある程度若い、うん、若い30代、うん、そのぐらいまで含めてだけど、うん、出張に同行させたりとかちょっとリスク管理甘かったんじゃないかっていう気もするんだけどね、あの自治体として수행비서를왜여자로할까、そこも含めてね、個人的にはそのやっぱり落選運動とかもそうだったけど、なんかソウル市長になってからの割と分配重視的な政策に注目してて、あの青年手当とか要するに若者にお金を配るっていう政策をやってみたりとか、ある種ベーシックインカムに通じるような手厚い社会保障っていう感じで、結構そういう政策がソウルみたいな大都市でうまくいくのだろうかっていうのはちょっと注目していたんだけれど、こういった進歩系の政治家を当選させられるというのも韓国の一つの市民の成熟度のみたいな話をしている人もいて、まあ日本も昔はそれこそ水戸部都知事が人がいましたから、そうですね、あんまりいい記憶として残ってないんじゃないですか。まあでもやってたことは似ているんだよね、その社会福祉重視の人だったので、で結果的にやっぱり都政に負債が大きく積み残ったっていう負の側面もまああったわけだけれど、ね、정말어떤기사를보니까어떤분이얘기하셨는데그가사회를바라보는만큼자기자신의내면도볼수있었으면은이런일없었을텐데하고있었는데이말이참무겁게느끼는게제자신도그렇고다들그렇지않을까요자기행동이랑남의행동이랑그러니까내가하면은로맨스고네가하면은불륜이고아내로남부 참참참어려운문제인것같아요本来は生きて罪を償うなりすべきだったはずなんだけどな、というのはすごく残念ではある。근데정말한국은지금과도기일거고、근데진짜저희가저는지금일본에살고있으니까일본수준으로봤을때그한국사람들이랑얘기하면은조금당황할때가있잖아요좀그거성의론발언이아닐까원래부터그런얘기를회사에서하는가괜찮은가뭐그럴때그런장면이많았었는데근데지금정말과도기고그런게차차없어지려고하고있는그런과정이겠죠그러니까이렇게많은일이일어나고있고근데이렇게이런많은일이있으면서사람들이깨달을거잖아요이렇게하면안된다는거를그러면서사람들이정신차리고제발그런일이없는사회가되기를정말로정말로기도하네요そうだね、いやまあ本当に右上行左近っていうののこう歴史を振り返りながら、あそういえばなんかこの頃やっぱ韓国の学生と話しててもそもそもセクハラという概念がやっぱり当時はなかった時代だったんです今韓国の MeToo ってやっぱりすごかったじゃないそういうところへの役割を土台作りをしてきた人だったんだなと功績はなんかすごいだけにね本当に정말이번에다시한번그박원순시장의공적을보면서어머이것도에이것도뭐이런게너무많아가지고몰랐던것도많아서정말정말대단한분이셨구나라고생각하고그러니까다시한번왜이런분이라고생각하고정말멘붕정말이것이마지막이었으면좋겠어요そうだね제발사람들다정신차리고이런일을하면안되고続いてのニュースは被害者側が記者会見をして具体的にどんな事実があったのかというのを詳細に明らかにしたという話なんですけれどもなかなかこれを聞いているとかなり衝撃的ではありますパゴンスンソウル市長をセクハラで告訴した元秘書 A さんが告訴
5日ぶりに記者会見を開き、見解を明らかにした。A さんの代理人であるキム・ジェリョン弁護士は、7月13日午後2時、ソウル・ウンピョン区の韓国女性の電話事務所で記者会見を開き、具体的な被害内容を公開した。박원순서울시장을선추행으로고소한전비서 A 씨가고소한지5일만에기자회견을열고입장을밝혔다. A 씨변호인인김재란변호사는13일오후2시서울은평구한국여성의전화사무실에서기자회견을열어구체적인피해내용을공개했다. 김 변호사는 A 씨가 秘書として在職した4年間強制わいせつ行為とセクハラが続き、他の部署に発令された後も続いたとして、市長執務室と執務室内の寝室が犯行場所だったと指摘した。김변호사는 A 씨가비서로재직한4년간성추행과성희롱이계속됐고다른부서로발령난뒤에도지속됐다며시장집무실과집무실내침실이범행장소였다고지목했다김弁護士は犯行方法の一つであるテレグラムのわいせつメールと下着の写真は A さんが秘書として勤務している間友人らに見せたことがあり知り合いの記者にも見せたことがあるとしてソウル市内で支援を要請したが市長はそんな人ではないと言われ数年間の被害で悩んだ末告訴に至ったという김변호사는범행방법중하나인텔레그램음란문자와속옷사진은 A 씨가비서로근무하는동안친구들에게보여준적이있고알고지낸기자에게도보여준적이있다며서울시내부에서도움을요청했으나시장은그런사람이아니다라는말을들었으며수년간의피해로고민끝에고소를이르렀다고전했다具体的にパク市長がツーショット写真を撮ろうと言って A さんの身体に密着し膝にできたあざを見て、ふうふうと、膝に唇を接触したと言い、執務室内の小部屋のベッドに呼んで抱いてほしいと身体接触をしたと公開した上。구체적으로박시장이셀카를찍자면 A 씨에게신체를밀착하고무릎에난멍을보고호호해주겠다며무릎에입술을접촉했다며집무실안에내실침대로불러안아달라고신체접촉을했다고공개했다キム弁護士は被害者が使った携帯を警察に任意提出し、その前に私的にデータ復元を行ったとして、パグオンスン市長のセクハラを立証する証拠が存在すると付け加えた。キム弁護士は、피해자가사용했던휴대폰을경찰에이미제출했고、그전에사적으로포렌식을진행했다며、パグオンスン市長의성추행을입증할증거가존재한다고덧붙였다。イミギョン韓国性暴力相談所長は、この事件はパゴンスン市長の威力による秘書セクハラ実験と規定し、業務時間だけでなく退勤後にも私生活に干渉し、身体接触や写真を転送する典型的な権力による性暴力と指摘した。이미경한국성폭력 3당소소장은이사건은박원순시장의위력에의한비서성추행사건이라고규정하며업무시간뿐만아니라퇴근후에도사생활을언급하고신체접촉사진을전송하는전형적인권력에의한성폭력이라고지적했다また、이소장은 A 씨가告訴した直後、すぐに関連捜査状況が박市長側に伝わったとして、誰がこのような状況で威力による性暴力被害の事実を告訴するだろうかと疑問を呈した。또한、이소장은 A 씨가고소한즉시、곧바로관련수사상황이박시장측에전달됐다며、누가이런상황에서위력에의한성폭력피해사실을고소하겠나라고의문을제기했다。いやー、知りたくなかったっていうのと、知らなくてはっていうのと。なんでこんな会見をしたかっていうと、事実無根ではないかみたいなことがかなり、パク市長の支持者を中心に相当言われていたので、やっぱり被害者としてはもう黙ってはおられなかったということなんだろうな。ちょっと気持ち悪いなと思ってしまったんですけど、ここで、あざのところに、ふうふうってあるじゃないですか。そうね。これ韓国語では、ほうほうなんですけど、うん、これって、子供が痛い時に、日本で痛いの飛んでけってやるみたいに、韓国だと、ほうへじゅるけって言って、ちょっと、傷のところに、おんまとか、息をかけてくれて、もう大丈夫だよってやってくれたりすることなんですね。それをね、大人がやるってね、気持ち悪いなーって、本当に。いやアウトだ。アウトですよ。一室の中にベッドがあるんだ、うん。そこに呼び込むんだ。それは
飽きまへんな、もう完全に飽きまへんな。テレグラムっていうところが実はなかなか悪質で、そう、テレグラムっていうのがそうなんですよ。なんか分かってるんじゃないって思っちゃいますよね。確信犯だったんじゃないのっていうことだよね。うん、あの、そう、うん、N 番部屋でも博士部屋でも使われた、あの通信アプリですね。メッセージがちょっと経ったら消えるんですか？全く消えて復元できないの？そもそも誰がどこで運営してるのかよくわからない。あ、なんかロシア説でしたっけ？何でしたっけ？もともとロシアでできたんだけど、ロシアは規制が厳しくなったんで、今はなんかドバイの方に移ったらしい。へぇ、そういうらしい。通信アプリが犯罪に使われたら、捜査機関が情報を開示しなさいと言って、大抵の通信アプリなり、プロバイダーはそれに応じるんだけど、そもそもテレグラムはどこの誰に言えばいいのかが全くわからない。ね、そんなことあるんですね。いや、本当に、Facebook 見ていると、特に弁護士やっている友達とかは、やっぱり弁護士としてすごく尊敬していた人だから、辛いっていうのと同時に、彼がいろんなことやってきた中で、やっぱり見たくないものでも、きちんと記録して、反省して、後世に伝えていかなければならないという作業を、いろんなことでやっていたはず、うん、だから今回のこともまた彼が何をしたのかというのをきちんと知って、社会がその反省に立たなきゃいけないっていうふうに言っている人がいて、そうだよなーっていう気持ちでこの会見の記事を読んだんですけど、でもやっぱり内容を見て、はぁ、知りたくなかったって思った本当に、うん、ショックですよね。本人コメントもついていて、法治国家韓国で法の審判を受けて人間的な謝罪を受けたかったと、うん、自殺ということに動揺してるんだけど、でもやっぱり非常に問題だなと思ったのが、その被害者の A さんが、警察に告訴した直後にそれが全部パゴンスン市長側に筒抜けになっていて、うん、で自殺という極端な手段に出てしまったんではないかとも思われるだけに、一体この、うん、なんか内部告発者の保護って、このソウル市としてどういう体制を取ってたんだろうってかなり疑問には思ったんだがな。これはもう思いっきりネタバレになっちゃうけども、イテオンクラスでさ、某キャラクターが内部告発をする、会社を辞めていくその登場人物を会社の人がもう内部告発者なんてどこも雇ってくれないぞと冷たく言い放って、うん、で本人は会社を辞めていくっていう場面があったじゃない。はい。まあ日本もそうだけど、まだまだ内部告発者の保護手続きって整ってないのかなとちょっと思った。うまく言えないんですけれど、正直私もこのニュース初めて聞いたときに、うん、秘書の方との間に何か誤解があったんじゃないだろうかって思ったんですよね。秘書の方がちょっと敏感になりすぎたんじゃないかっていうふうについ思ってしまって、パゴンスン市長っていうのがやっぱりそれだけ人徳のある人だと思っていたからというふうについ思ってしまったことをすごく申し訳なく思うほど、彼女はきっと何年も何年もすごくすごく辛かっただろうなぁと思いました。うん、で結局誰に言っても私と同じようなそういった反応をしていただろうし、くにゃんにが家兵みたいな感じで我慢しろって言ったかもしれないし、そういったことがずっと続いてきたんだろうなぁ。記者も相手にしなかったというのはなかなかちょっと辛いな。うん、信じなかったってことなんでしょうかね。シジャンクロンサラミアニアという、うん、来週また追加会見をするらしいですけれども、はあ、そうなんだ。韓国は被疑者が死亡するともう捜査をその時点で打ち切られるので、これ自体はもう捜査をされないということになるんだけど、ソウル市がきちんと自ら調査をしないといけないってことになるんだろうけどね。ちょっとなんかまだまだこの話はしばらく衝撃が続きそうなので、またなんかちょっと紹介することになるかもしれないな。はい。うん。次へ行きましょう。次。あ、근데그다음도비슷한얘기구나。そう。メンブン。あ、ちょうど前回収録が終わったぐらいでソンジョンウっていう言葉が飛び回り始めて。私のタイムラインでも韓国の人が皆さん激怒していた話なんだけど、うん、何なのかがパッと分かりにくいので、ちょっとこう振り返る形で、ね、やってみようかなと思っています。まずはニュースを読みます。
自動性的搾取物サイト Welcome to Video 運営者ソン・ジョンウのアメリカ送還が許可されず、韓国 MeToo 運動を触発したソジキョン検事が裁判所を強く批判した。아동성착취물사이트 Welcome to Video 운영자손정우의미국소난이불어댄가운데한국미투운동을촉발했던서지영검사가재판부를강하게비판했다ソ検事は7月9日 CBS ラジオキムヒョンジョンのニュースショーに出演し、こうしたテーマについて意見を交わした。これに先立ちソ検事が自身の Facebook に裁判所の決定について権威主義的なたわごとと書き込んだが、キムヒョンジョンアンカーは100回1000回考え直しても権威主義的な犬の吠え声かと質問し、ソ検事は同意した。9일서검사는 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해 이 같은 주제를 놓고 이야기를 나눴다. 앞서 서 검사가 자신의 페이스북 에 재판부의 결정을 두고 권위적인 개소리라고 쓴 바 김현정 앵커는 100번 1000번 다시 생각해도 권위적인 개 짖는 소리냐고 물었고 서 검사는 동의했다.これに先立ち、裁判所が公開した決定文には、根本的に児童青少年利用わいせつ物関連犯罪を根絶するためには、会員に対する徹底的かつ抜本的な捜査が必要であるため、運営者だったソン・ジョンウの身柄を韓国で確保し、関連捜査活動に必要な証拠と情報を追加で収集し、捜査過程に積極的に活用することが必要であり、アメリカにソン・ジョンウを引き渡さないことで韓国が関連捜査を主導的かつ積極的に進めることができるという内容が盛り込まれた。앞서재판부가공개한결정문에는근본적으로아동청소년이용음란물관련범죄를근절하기위해서는회원들에대한철저하고발본성원적인수사가필요하므로운영자였던손정우의신병을대한민국에서확보해관련수사활동에필요한증거와정보를추가적으로수집하고수사과정에적극활용하는것이필요하며미국으로손정우를인도하지않음으로써대한민국이관련수사를주도적이고적극적으로진행할수있다는내용이담겼다소켄지와한계측에대해本当に申し訳ないが、本当に世間知らずの坊ちゃんのような話だと思うと指摘した。ソ検事は、追加捜査が不可能な状況で一体どのように犯罪を予防するというのかわからないとして、むしろこんな大きな犯罪を犯しても処罰されず、アメリカにも送られなければ韓国は性犯罪者の天国になると指摘した。ソ검사는판결에대해정말죄송한데정말세상물정모르는사랑방도련님같은소리라고생각한다고지적했다서검사는추가수사가불가능한상황에서도대체어떻게범죄를예방하겠다는것인지모르겠다라며오히려이렇게큰범죄를저지르고도처벌받지않고미국으로보내지지않으면대한민국이선범죄자의천국으로보이게될것이라고꼬집었다一方、ソン・ジョンウは児童・青少年性的搾取物を流布した疑いで2018年3月に拘束起訴され、懲役1年6ヶ月の判決を受けた。今年4月27日に刑期を終えたが、出所を控えアメリカ送還のための身柄拘束令状が出され再び収監された。今月6日に裁判所がアメリカへの送還不許可決定を下し、ソン・ジョンウはこの日釈放された。한편손정우는아동청소년성착취물유포혐의로지난2018년3월구속기소된후징역1년6개월을확정받았다지난4월27일형을마쳤으나출소를앞두고미국소환을위한인도구속연장이발부돼재수감됐다지난6일법원이미국송환불허결정을내리면서손정우는이날석방됐다손정우許せんみたいな声があちこちで飛び交わったので、何のこっちゃねんというふうに思った方も多いかもしれませんけども、ちょっと順番に、まずこの Welcome to Video っていう自動ポルノサイトがありました。世界最大級の規模だったらしい。これを韓国人のソン・ジョンウという、うん、今回の被告が運営していた。で、これは自動ポルノ、ルフなどの罪で懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けたっていう。で、そもそもこのやったことの甚大さに比べて刑が軽すぎるんじゃないかという疑問がまず韓国社会にはあったわけ。うん、記事にもちょっと最後に出てきたけども、4月にその刑期満了で出所する予定だったのが、アメリカ連邦大陪審がアメリカへの送還を要求したので釈放が一旦延期になった。さて、問題は一時不再理の原則。同じ罪で二度問えないこと。ああ、国が違っても。そう。だから韓国で、児童ポルノの関連の罪にもう服役してしまったので、
その罪はアメリカでは問えないから、アメリカで裁けるのは主にそのマネーロンダリングなの。つまり犯罪で違法な資金を収集したっていう行為に対しての裁判とか捜査が主になるはずだったんだけど、うん、ところが今年の5月、このソン・ジョンウの父親が突然息子を刑事告訴したのに、うん、自分の個人情報を不正に使用して、口座を開設して犯罪行為で収益を得てそれを隠匿したっていう容疑、うん、これはなんで自分の父親が息子を刑事告訴したかっていうと、韓国でその捜査をすることでアメリカへ息子を送還させないためだったんじゃないかと。なぜ、アメリカに送還されたくなかったかっていうと、マネーロンダリング、違法資金選択で有罪になった場合、量刑が全然違うのね。アメリカだと懲役20年最大食らうんだけど、うんうん、韓国では最大5年、または3000万ウォン以下の罰金。で、もう一度、整理すると、はい、もし、アメリカに送還されたら、自動ポルノではなくて、マネーロンダリングでしか、裁けない。そう、うん。つまり、今回の裁判所の決定で、父親の計略がまんまとはまったと言えるのが、だからみんな怒ってるわけ。で、今回このソジヒョン検事が、裁判所をめちゃくちゃ批判してるんだけど、もともと、検察はもうアメリカに送れと。なぜなら、もう韓国では捜査を全部尽くしたからだ。児童ポルノの件で言うと、利用者の捜査ももうやってるわけじゃない。お金を払って、そのサイトを利用していた人たちの捜査っていうのも全部呼び出して、事情を聞いて、うん、刑事訴追する人は訴追して、しなかった人は不起訴にしてっていうふうに全部もう終わってるわけ。うん、で、この人たちをもう一回捜査することはできないわけ。なぜならもうこの人たちへの処分も決まってるから。はい。一時不再理だから。だから、検察は今更捜査をもう一回やれと言われても、どうすればいいって言うんだと言って、もはやサジを投げた状態なのね。で、この決定を下したソウル高裁の判事が、最高裁判事、大法官の候補の一人だったらしくて、最高裁判事の資格はないという例のオンライン請願に50万人以上もうすでに同意している状態だったりするんですよ。おね、同意。最初見たとき、なんでそんなに自分の国で捜査しようとしないんだろうと疑問に思ったんだけど、いろいろそういう複雑な事情が絡んでいたという話でした。ちょうどいい、ソジヨン검사が여기나왔을때、김현정의뉴스쇼이거들었는데요그때이웰컴투비디오설명을하면서그검색키워드중에가장많았던게두살이랑네살이히이라고나와가지고그래가지고너무소름아진짜소리하다가탔다고그쵸곧만두살이되는딸이있는엄마로서너무충격을받아가지고마사니뭐すぐ2살이나를という娘をいる次女さんとしては네근데저도진짜그 SNS 그인스타그램같은거하면서애기엄마들이너무쉽게자기딸의그상체가빨개벗고있는모습을그냥아무렇지도않고그냥귀엽다고사진을올리고하고있는모습을보면서야엄마들너무한다고생각하고있었어요그런사람이있다는걸알고는있었으니까저는그러니까그런사진을볼때마다친구들한테는조심스럽게얘기를할때도있고그리고모르는사람이었으면은인스타그램보면은그거신고하는기능이있거든요이거는그아동포르노다라고신고를할수있는게있어가지고그래가지고그런거일일이누르고그렇게활동을계몽활동을나름대로하고있었는데なるほど그러니까지식으로서는알고있었어요제가옛날에한참일을열심히하고있었을때그때어떤애기엄마가돈좀벌으려고어떤나쁜놈의요구를자기한살조금되는딸의그런야한여러사진같은거를찍고보내고있었다는그런혐의로체포된그런재판도있었고뭐그런것과접하면서
아, 진짜이런사람들이진짜로있는구나라는건알고는있었거든요 、네、 근데다시한번이렇게보니까너무끔찍해가지고하いや、うん、私はその2歳、3歳とか性的欲求を感じる神経は全くわからないので、なんか、いやあれだけど、あちこちに転がっているそういう写真が、そういうところの収益源になっている可能性もあるのね、SNS とか。うん。あくにかよ。ね、流された方はもう一生の傷だもんね。でもやっぱりなんか、韓国の量刑は軽いんじゃないかというのは、ちょっと正直思ったりもするんだけれども。くにかよ。裁判官とか法律家の意識がそういうものに甘いというか、ね、日本もそうだと言われればそうなのかもしれないけれど、うん、まあだから今後この捜査は多分難航することになって、警察庁が一から再出発、再度捜査するっていう形でスタートしたみたいだけれどもね。참이아버지도자기자식을어떻게인가해서구해주고싶다는마음은알겠지만いやー、진짜、자식교육은진짜똑바로해야된다는생각을다시한번하게되네요。ただやっぱり多くの韓国人がアメリカに送れと叫ぶ状況も本来は変で、ちゃんと法体系も含めて、考えなきゃいけないんだろうけどな。ねえ。근데한국의사법부를보면항상여론에좀민감하잖아요。여론을다룰때가많으니까、ね、그러니까이번에도어떻게가되지않을까라는희망을느끼기도하고多分これ一回下した結論は覆せないからで、しかも後から法律を変えてすでに既遂の犯人には適用されないわけだから、彼は最大でも懲役5年なんだよきっと。いやー진짜너무한다좀어떻게가돼서미국으로다시보내게되지않을까요안될까 やっぱりアメリカに送った方がいいと思う。え、だって한국에서제대로처벌받지도않잖아。まあ、ね、そうだけどね。うん、정말 N 번방사건도그렇고、うん、요새한국왜이러죠まあ逆に言うと、昔はこういうのが問題にすらならなかった、表面化すらしなかったということを考えると大きな進歩じゃね。さっきのパゴンスン市長が、セクハラは飽きまへんと賠償金を払いなさいという裁判がわずか20年前の話です ね、 司法の判断っていうのもなかなかそう簡単には進化していかないのよきっとね。1993年부터96年까지걸렸다고나왔잖아요、うん、정말우조교님도정말고생많으셨겠다。そうなんだよね。いや、次のニュースは韓国でよく話題になる最低賃金のニュースです。日本ではほとんど話題にならない最低賃金なんだけど、韓国ではなんかすごく社会的に注目される数字なんだよね。2021年の最低賃金の時給が今年より130ウォン上がり8720ウォンに決定した。引き上げ率の 1.5% は1988年に最低賃金制が導入されて以来最も低い数値だ。2021년도최저임금시급이올해보다130원오른8720원으로결정됐다。인상률은 1.5% 는1988년최저임금제가도입된이래가장낮은수치다。最低賃金委員会は政府セゾン庁舎の最低賃金委員会の全員会議室で7月14日午前2時頃まで続いた第9回全員会議で、公益委員全員と経営者委員の一部など16人が出席した中、公益委員が提示した時給8720ウォン案を表決に付し、9対7で可決した。これは今年の8590ウォンから130ウォン上がったもので、月給209時間基準では182万2480ウォンに当たる。今年の179万5310ウォンから2万7170ウォンが引き上げられる。労働者委員9人全員と経営者委員2人は表決前に退場した。최저임금위원회는정부세종청사최저임금위전원회의실에서14일새벽2시께까지이어진제9차전원회의에서공익위원전원과사용자위원일부등16명이참석한가운데공익위원들이제시한시급8720원안을표결에붙여9대7로가결됐다。이는올해8590원에서130원오른것으로월급209시간수준기준으로는182만2480원에해당한다。
올해 179만 5,310원에서 27,170원이 오른다. 근로자 위원 9명 전원과 사용자 위원 2명은 표결 전 퇴장했다. 문재인政権が発足した後、最低賃金は2018年 16.4%、2019年 10.9% で2年連続2桁の引き上げ率を記録した後、2020年は 2.87% で一度上げ幅が落ちたのに続き、来年は 1.5% へ再び急落した。引き上げ率 1.5% は金融安定化時代の1998年9月から1999年8月期に適用された 2.7% と金融危機時の2010年分に適用された 2.75% よりも低い数値だ。昨年から本格化した最低賃金の速度調節に今年コロナ危機という状況が加わったというが、2年連続1桁引き上げ率の決定に労働界の激しい反発が予想される。文在寅政府が들어선뒤、최저임금은2018年 16.4%、2019년 10.9%로 2년 연속 두 자릿수 인상률을 기록한 뒤 2020년 2.87%로 한 번 떨어진 데 이어 내년 1.5%로 또다시 뚝 떨어졌다. 인상률 1.5%는 구제금융 때인 1998년 9월부터 1999년 8월치에 적용된 2007%와 금융위기 때인 2010년치에 적용된 2.75%보다도 낮은 수치다. 지난해부터 본격화한 최저임금 속도 조절에 올해 코로나 위기라는 상황이 더해졌다곤 하나, 두 회 연속 한 자릿수 인상률 결정에 노동계의 거센 반발이 예상된다. 기지 자체가 뭔가 すごく 硬くて難しい感じの記事でしたけれども、ね、文在寅政権は労働組合とかがやっぱり大きな支持基盤なので、最低賃金の大幅引き上げを、選挙前から公約してたわけですよね。で、実際、ね、要は最低賃金を引き上げて労働者に回るお金を多くすることで経済を活性化させるんだという、政策を掲げて、記事にも出てきたけれども、2年連続で2桁の大幅な引き上げをしたわけなんですよね。だけど韓国って実は最低賃金そのものの値段でアルバイトを雇っている中小の経営者、特にコンビニがものすごく多くて、最低賃金が一気に大幅に引き上げられちゃったんで、もう経営が苦しくてやってられないと言って店を畳んだりバイトをクビにしたりする経営者が、特にコンビニでそういうことがものすごく相次いで社会問題になったのよね。そこで上げ幅を去年から減らしているんだけれど、今年はそれにコロナが加わって、史上最低の上げ幅という形になったわけなんだけど、最低賃金委員会、これなんか日本とすごく決め方似てるなと思うんだけど、労働組合関係者とか経営者代表とか、あと学識経験者みたいな人が集まって数字を出し合いながら決めていくっていうのは、で、ここで労働組合代表の人たちはもう全員退場して、で、あと中小企業経営者代表はむしろ下げるべきだと言って抗議して退場したっていうことなんだよね。ジュジュさん、韓国でそういうコンビニバイトとかした？저일식집에서명동에있는일본음식점에서여름방학동안잠깐アルバイト한적이있는데、근데그때는조금많이받았어요。3,700 원인가？時給？그당시가최저임금이잘기억이안나는데2,300 원인가？최저임금이2,000얼마였어요。근데그명동에있는일식집이라조금많이받아서3,500원인가3,700원인가그랬었는데그래도되게적게받잖아요。そうね。근데그때여름방학이고제주도여행가고싶어서돈벌고싶었고그리고조금시간이있었고그래서잠깐일을했지만이렇게적게받을거면은차라리돈을아끼지시간이너무낭비다라고생각을했었거든요。근데또지금보면은8,720원이라는게거의일본이랑비슷한수준이아닐까요？そうね。일본이지금얼마인지잘모르겠지만。日本も東京だと1,000何十円。아진짜요？그렇게많아요？でも日本の場合はむしろ時給自体が上がってないから、ほぼ今結構韓国と一緒で最低賃金を意識しながらアルバイトの時給が決まっていく状況じゃないかっていう気がするけど。제가옛날에고등학생때일본에서アルバイト했을때는그때는720엔인가그래가지고그것보다도많잖아요。근데그한국의월급은일본보다적은데
이렇게인상을해도괜찮은가정말경영자들이좀걱정이되네요많이だから最低賃金が2年連続で大幅に引き上げられた時は結構コンビニ業界を中心にものすごい反発が起きたよね。イテオクラスでさ、割と序盤の方だけど、チャングンス、同性。そう、チャンガの弟の方が、別の居酒屋でアルバイトしていて、その最低賃金がこんなに上がっても雇えないからあいつクビにしようぜみたいな話をしてる場面を聞いてしまうっていう場面が出てくるじゃない。で、その結果、彼はその店を辞めて、タンバムに来るんだけど、実際ああいう場面が結構いろんなところで繰り返されていて、だから韓国の場合最低賃金ってかなり大きな比重を占めるんだよね。いや本当だから、バイト代安いなーっていうのは正直ね。ジュジュさんがミョンドンの日本食レストランで働いてた時の話をさっきしてたけど、多少多めに払ってくれたんだろうけど、やっぱそれでも安いよね。그렇죠。그러니까제가학교다닐때는통역アルバイト나아니면은가외가대교시그런아르바이트가아니면은정말시간낭비만돼가지고한시간에그렇게조금밖에안줄거면은도저히시간이아까워가지고일을못해가지고그러니까그런고급아르바이트통역이나아니면은가외나그런거를많이찾았었죠まあ、ジュジュさんとかだったらそういう仕事した方がよっぽど見入りがいいよね。いや많이받고있었습니다。まあ、コロナがあるとはいえね。ねえ、コロナ때문에。어쩔수가없는면은있겠지만。だから下げろと、中小企業経営者側は要求していて、それが認められなかったから、採決に抗議して退場したっていうわけなんだろうけど。그래도정말옛날을알고있으니까、이정도올랐으면많이오른것같아가지고좀괜찮지않을까이제되지않을까라는생각이들지만그래도요구하고있는거는만원이상얼마였죠まあそうだったんだけどね一応これ正式に決まれば来年からっていうことになる数字なんだけどねそれまでに経済が回復してるかないやー어렵겠다아무래도よく知り合いの韓国人から日本の最低賃金はいくらなんですかってよく聞かれるようになって、は知りませんって言ったらびっくりされたことがあって、ね知らない。いやまあ都道府県ごとに違うからね日本の場合は最低賃金を意識しながら日常生活で暮らさないもんね日本では。日本も経済が停滞しているのでそんなに時給上がってないから。그래도일본은원래가꽤나높잖아요。アルバイトマンで어떻게인가생활을할수있는만큼フリーターっていう仕事があるぐらいだから。まあ、それもさ、多分、バイトでもそこそこ暮らしていけて、景気の良かったバブルの時代の名残なんだよね。今やなんかあんまりフリーターっていう言葉聞かないじゃない。なんかそういうお気楽な、ね、いろんなものに束縛されない、気楽な働き方という、って歓迎された時代は、もう昔のことになって非正規雇用の大変なイメージだしだってそんなに時給上がってないしね今確かにフリーターって聞かなくなったな地下鉄の駅とかにもなんか最低賃金を守りましょうっていう松重豊のポスターが貼ってあったりするからもう最低賃金ギリギリかあるいはもう割り込んじゃってるようなバイトが多いのかもしれないねねえ그래도다시한번말하고싶지만옛날이옛날인만큼이정도올랐으면은충분하진않겠지만양호하지않을까라고생각을하는데いやーでも月給182万ウォンでしょなかなか今の韓国で暮らせというと結構厳しいと思うよ어쩌면정말물가만봤을때일본에서사는게훨씬더싸다고느낄때가많지않아요그러니까과일이나야채같은거는한국이더싸다고느낄때가많은데특히딸기나しかもこのね182万2480ウォンの最低賃金ってこれ全国共通だからソウルもチェジュドも一緒だからねなかなかソウルで家賃払ってこのお金はなかなか大変だと思うよ그러니까물가에비해서월급수준이낮은것같아가지고사람들정말어떻게집을사고어떻게매일같이먹고살고있는지
韓国の家の話はまたいずれ別のところで、前にゲストで韓国からあのズームで出てもらったあのハフポストコリアのカンビョンジン編集長、うん、いたじゃない。ハフポストコリア辞めちゃったんだけど最近、うんうん、本を出して、うん、あの普通のサラリーマンが家を買う方法っていう本。おー、うんうん、えー、コングマネ最近なんか結構韓国ってそういう本が、公務員でも会社勤めでも家を買いました的な本がいっぱい出てて、結構割と売れてるっぽいんだよね。どうやって家を買うかみたいなことにすごく興味がある。うん、저도궁금해요정말 서울에서어떻게집을사면되는지모르겠어。改めて別の時にやりましょう。ねん、はい。はあ、というわけで、本日も韓国語マシマシでお届けしました。あ、でも結構韓国から聞いてくださってる方、うん、もいるじゃないですか。日本語の勉強になりますって。私にはあんまり来ないけども、たまに、あの、あ、韓国のパッパンでも流してるんで、いわゆるポッドキャストよりは少ないけども、それなりにあの聞いてる人いますね。はい、ね、そういう方のことも考えたいなとは思います。まあでも5対5にはなってないから、今の状態でも、うん、そうですね、うん、ね、続けていってみましょう、はい、雑談の部分も文字起こしを欲しいっていう要望は結構前からたくさん来てるのよえ、そうなんですか。で、なんかそういうのに答える意味もあって YouTube チャンネルにあの小出しにしてみたんだけど、これがね予想外のことになっていて、うん、地味に丁重にちょっとずつ見られていくのかなと思ったら、最近爆発的に視聴時間もフォロワーも増えちゃって、さらに不時着か。ただほとんど見られているのは愛の不時着シリーズばっかりなんだけれど、うん、今回のパグアンスン市長の話とかもなかなかね、うん、YouTube にはね上げにくいのよ、こういうのって。あ、セクハラ関連。なんかやっぱ YouTube って娯楽でエンタメなんだよね。ああ、そういうことですか。やっぱり見られ方がすごく、まあ、確かに私も YouTube 見るときは頭使いたくないときだな、うん、まあ勉強のために見てくれるっていう人もあの、うん、数は少ないながらいるんだけれど、時々メッセージもくださるんだけれど、うん、なのでちょっと、別のやり方を考えていて、近々それを皆様にお知らせするかもしれません、うん、はい。では今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。 iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。 Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube チャンネルもあります。フォローしてください。内容に関するリクエストもお待ちしています。なかなかしかし答えられないことも多いですが、ちょっとご勘弁ください。はい、それでは오늘은이만마치겠습니다。さよなら。안녕히계세요。